はい、じゃあ次はフロントサイドボードスライドってやつなんですけど、まあ、これもこれはほぼ50とか同様、アプローチラインはまっすぐよりもちょっと斜めに入ってオーリーして上からバチンって乗るんだけど、どうその時に少しだけこう斜めに最初だけ、それからそうすることで板がロックされて動かなくなるんで、それをあんま上から乗りすぎたりするとシューってなったりするんで、しっかりレールに合わせたオーリーをしてはめてください。で、まあ、あとはボックスも一緒なんだけど、最初グランドトリックで教えた目線、この肩から見るんじゃなくて自分の肩をどけて進行方向を見るような。で、なんだろう、レールでよくあるミスがつま先に乗りすぎてつるんって行っちゃう人がいるんだけど、頭が落ちてるか、まあ、基本乗ろうとしたトゥーエッジかけすぎてつま先のまんま乗りに行こうとしちゃってるんで、乗る瞬間は足の裏ピターくっつくイメージでレールにね、ピタッ、普段地面に立ってるような片足立ちイメージで、このレールの、これはレール角度浅いけど急なところもやり方は一緒で、しっかりとその角度に自分の足裏を合わせるイメージでやるとできます。あとは、まあ、本当この目線、肩がしっかりと開いて進行方向の邪魔をしないように意識してやってみてください。